お尻が垂れてしまうと、どうしてもブサイクになってしまいますよね。お尻が垂れてるだけで、お腹が太って見えたり、足が短く見えたり、いいことが全くないですよね。今回は、簡単なエクササイズを3つ紹介していきます。この3つのエクササイズをすることで、気になるお腹、お尻、太ももというのが変わってきます。動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、垂れたお尻を改善するエクササイズということで、お尻とお腹、太もも、実は関係してるんです。お尻が垂れてしまう原因の一つとして、骨盤が前傾してしまう。腹筋の力が弱ってしまうと骨盤が前傾してしまって、お腹とお尻が出た状態になってしまいます。そうなると力が抜けた状態になってくるので、どんどんお腹が前に出て、お尻の筋肉がどんどん衰えてたるんでくるといった結論になります。そこで今回は前傾している骨盤をまっすぐにする腹筋、たるんだお尻をいつも引き締めておくヒップエクササイズ、2種目というのを紹介していきます。一緒に頑張っていきましょう。スマートフォン持ったままで行えます。ではやっていきましょう。はい、まず腹筋、いろんな方法があると思うんですけども、今回は座ったまま行う腹筋です。座ったまま足を交互に上げます。これだけで実は腹筋の力、そして骨盤が起きます。なのでできるだけ高く上げてください。交互です。もし上げるのきついよって方はですね、膝を胸につける感じで交互にやってください。できれば太ももに自分が迎えに行かない方がいいです。ももが自然と胸につく感じ、こういう風に迎えに行かないようにしてください。これをまず30秒間交互に行います。自分が好きな方をやってください。いきましょう。しっかり高く、お腹触ったら分かると思いますけど、足上げたらね、お腹に結構力が入ってるんです。頑張って交互に上げましょう。ちょっとね、反り腰の方は腰に違和感ちょっと感じるかもしれないんですが、しっかりね、腰が伸びて骨盤が立ちますんで、お尻とお腹と太もものために頑張っていきましょう。はい、 OK です。で、次に四つん這いになります。スマホは顔の下です。ここから足を後ろに上げます。つま先を外側に向けて高く上げます。ここから膝を曲げる、上に上げるっていうことを繰り返していきます。交互30秒いきましょう。できるだけ高い位置です。上半身は低くなってもいいです。足は高く、つま先は外側に向けて、中臀筋と小臀筋を鍛えるとお尻がプリッとしてきます。こういう感じです。上の方に高いところ伸ばして、お尻の横が熱くなってれば効いてます。あと少し、 OK。 反対も一緒です。頑張っていきましょう。高い位置です。しっかり膝を曲げて、膝を伸ばしての繰り返しです。お尻が痛くなってきてれば効いてる。腕がだるければ肘ついてもいいです。こういう感じで肘ついてもいいです。高い位置、あと少し、 OK。 ラストはうつ伏せになってやっていきます。はい、膝を曲げます。ちょっと膝開きます。足は別につけなくてもいいです。この状態でお尻ともも裏に力を入れて高く上げます。あんまり体が前に行かないように、上半身は支えたままで、こういう感じでやっていきましょう。ラスト30秒です。こういう感じです。腰とお尻しっかり締めて、これでもも裏とお尻の付け根を作っていきましょう。
腰が少し痛い方はうつ伏せで寝てもいいです。こういう感じでも OK です。はい、 OK です。お疲れ様でした。今ので反り腰の改善、お尻を力を入れてお腹をへこませる姿勢、大臀筋、お尻をプリッとさせる筋肉というのを使うことができました。とっても簡単な種目なので、ぜひですね、日常的なエクササイズに取り入れてやってもらえたらと思います。お尻が変わればお腹も変わります。なので腹筋ばっかりするメリットももちろんありますけども、こういったお尻を締める力っていうのが身につくと、自然と腹筋を行った時にお腹に力が入りやすくなるし、お尻が締まるってことは骨盤が立つってことにつながりますので、ぜひね、この3つセットでやってもらうことがおすすめです。お尻が垂れてやだな、下着が最近きつくなったな、お尻の横の部分が出て不細工だなって思ってる方はですね、頑張って続けてみてください。頑張ってやってみたよって方は、よかったらグッドボタンやコメント、そして各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンクのフォローしてもらって、動画のシェアなどご協力ください。これからも頑張って動画を載せていこうと思ってますんで、ご協力してもらって、コメントもぜひ、動画の内容のコメント、励ましのコメント、たくさん待ってます。ご視聴ありがとうございました。